そのナンバーに合わせた世界観にはまり込むようなそんな衣装になります。韓国ユ・ヨンです。今大会は女子3位、表彰台に上りました。トリプルアクセルも武器に戦うユ・ヨン。エキシビションの曲はミュージカルヘアスプレーより。Unprepared when he tapped me and knocked me off my feet. One little touch, now my life's complete. Clear. I can hear the bells, my head is spinning. I can hear the bells, something's beginning. Everybody says that a girl who looks like me can't win his love. Well, just wait and see, 'cause I can hear the bells, just hear the今メガネ外しました。そうですね、そしてここからもう一度ショートのトリプルアクセルは綺麗に決まりましたよね。そうなんですよね。フリーでは逆にそのトリプルアクセルでミスが出てしまいましたが、でもキレのいいジャンプ見せてくれましたよね。良かったですよね。15歳、韓国のユ・ヨン。この人もまた今シーズンからシニアに上がってきて、この先が楽しみなスケーターの一人です。ですよね。やっぱりトリプルアクセルがあるっていうのは大きいですよね。いや本当ですね。しかし佐野さん、女子で言いますと4回転ジャンプもそうですし、トリプルアクセルもそうですし、はい、難しいジャンプを飛ぶ選手が次々に出てきますね。出てきましたね、本当にね。この先どうなるんだろうっていうね、そちらの方が本当に本当ですよね、はい、まあ一体どういった技でどういった戦略で選手たちが戦っていくのか。新しい選手たちもそうですし、昨シーズンから、まあ、それ以前からずっと高トップで戦っている選手たちもそうですし。